皆様大変お待た,せいた,しました,ただいまより東京ゲームショウ 2019TGS フォーラム専門セッションデータドリブン最先端ヒットタイトル創出のために今求められるマーケティング戦略とはと題しましてパネルディスカッションを行いますではまずはじめにパネリストの皆様をご紹介いたします DNA マーケティング部デジタルマーケティンググループグループマネージャー川口隆様 ミクシーマーケティング本部デジタルマーケティング室室長、松尾裕二様、アプリボットマーケティングソリューション室室長、三浦圭介様、そして、モデレーターは、もっと代表取締役、佐藤元井様、レプロ、レプロゲームディビジョン、ゼネラルマネージャー、茂崎隆一様ですそれでは佐藤様重崎様崎よろししくお願いします。 はいでは早速ですが始めていきたいと思います、えー、とデータドリブン最先端ヒットタイトル創出のために今求められるマーケティング戦略とはというところでちょっと最初にですね今日パネルディスカッションとなってるんですけどもあの先にあの1分ほどいただいて、えー、と弊社リプロのご紹介だけさせていただきたいと思いますご清聴ください、はいでえー、と僕たちですねカスタマーーーエンンゲージメトトプラットフォームというものを運用して 運用していますで耳なじみない方もいらっしゃると思うんですけれども何をやっているかと申し上げると今あの企業様がユーザーさんにデジタルのチャンネルでコミュニケーションを取ろうとするとです、ねまあ、いろんなデータがあってかつチャンネルに関してもいろんな接触方法があるとそういった中で我々はいろんなチャンネルを接続していってです、ね、収集したデータをもとに最適なユーザーに最適なタイミングで最適なコンテンツを最適なチャンネルで届けると。 いったところを非エンジニアでも実行可能といいううようなソリューションを提供してますで今日ちょっとデータ活用をテーマにこれからのゲームマーケティングについてお話をしていくんですけどもマーケティングという切り口の中で、まあ、ユーザーにどういったことができるかという観点も徐々にあの織り交ぜながらお話ししていきたいと思ってます、はい、で今国内ですとこういったサービス群にご導入いただいていて累計で6500以上となっているんですけども今日お集まりの方はあのゲームの事業者様 周辺のの事業者様が多いと思うのでちょっとあのゲームに切り取ったお話をさせていただくと今一番我々を使っていただいてるタイトルで僕もちょっと個人的にオリジナル IP で注目してるんですけど「グランドサマナズさん」というタイトルがありますともともと休眠の復帰をかなり注力して行っていらっしゃったんですけれども、まあ、昨今その CPI も上がってきたり休眠復帰に関してもすごくコストが高騰していると。 いうところでユーザーに定着活性化を行う施策をマーケター主導でアプリ内外であのプッシュ通知とかアプリ内のポップアップを出していくとこういった施策をやって、まあ、FQ を1.5倍に増やしたりとか新規ユーザーのリテンションを上げたりとかこういったことを実現していらっしゃったりしますと、はい、こういったことを僕ら提供しているので、まあ、データを活用してマーケティングのアプローチを増やしていくというところであのゲーム事業者さんに寄り添っていければと思っております。はい すみませんお付き合いいただきありがとうございます。で早速ですけど今日はあの事前に、えー、冒頭ご紹介いただいたモデレーターパネリスト我々のご紹介をまずさせていただきたいと思います。はいじゃあちょっとあのご紹介させていただいたのでもう一人一言今日のセッションに向けた意気込みという形でよろしいですかね。じゃ川口さんからお願いします。あえっと D.N.A. の川口と言います。 DNA は200 2009年に入って2012年からデジタルマーケティングを担当してますで、えっと、2012年の当時はまあモバゲーっていうブラウザーゲームのプラットフォームの会員登録を目的としてまあウェブ広告を出稿してたんですけどその後アプリが出てきたので今は DNA のゲームアプリ全般のデジタルマーケティングを見てるという形になってますでえっとその2012年にまああのマーケティングに移った時の あのまあ上司がまあ佐藤元井さんということで <laughs> 紹介をしてくれました <laughs> ね。あのあのまあ僕らがやってきたこととか結構いろいろ知っているので今日どんなこと聞かれるんだろうなちょっとドキドキしてるんですけど <laughs> あの頑張りますのでよろしくお願いします。<laughs> じゃあ続いて松尾さんお願いします。 はい、えー、初めまして。の方も多いかと思いますが、えっ、ー、と株式会社ミクシィの松尾と申します。よろしくお願いします。えー、私はですね。2015年からえっ、ー、とミクシィにえっ、ー、と中東に駐車しまして、そこであのデジタルマーケティング。まあ主にウェブプロモーションをですね。えっ、ー、と中心にやっておりました。モンストのえっ、ー、と日本版とか海外版とか。 あとは新規タイトルとか一通りやらせていただいて今はえとデジタルマーケティングおよびデータマーケティングというところのえと統括をさせていただいておりますえ今日のですねセッションに関してはですねえまあ結構楽しくやりたいなと思っておりますので皆さんあのまあ面白いあの多分佐藤元さんとかボケると思いますのでそういうところに関してはですねぜひ笑っていただけるといいかなと思いますのではいぜひよろししくお願いしますでは三浦さんお願いします。 株式会社アプリボッあのうちの会社はサイバーエージェントグループのゲーム子会社になりますで、えー、僕はですね2010年ぐらいにあの当時まだガラケーだったあのモバゲータウンとかグリー向けにあのまあアプリのプロデューサーとしてその頃やっていましてでその後ですねあのまあ主に2013年頃小売り系の,あのマーケティング一回あの全然もうアプリともゲームとも関係ないところに一回あの転職しましてで戻ってきて 今ですねこのアプリボットでゲームタイトルのマーケティングとかデータ分析に関わっているというような経緯になりますあの具体的なタイトルでいうとそのアプリボットのタイトルですとかあとあの海外の実はゲームタイトルのマーケティングパートナー、まあ、要するに日本,日本のマーケティングチームをやるみたいなこともやってましてあの昨年ですねトップセー,ルスセールスのトップ10入りしたようなタイトルとか、まあ、そういったものもやってたりはします。で 今日ですね、あの、おそらく、え、海浜幕張駅から来ていただいた方も多いと思うんですけれども、あの、ブレードエクスロードっていう。あの、この R. P. G. はスマホを超えるという、あの。ですね、広告が出ていますので、<laughs> 皆さん、あの、忘れないうちに、あの、このセッション中でもいいので、事前登録の方、よろしくお願いします。ます今年駅で一番目立ってましたね。ありがとうございます。はい、では、えっと、モデレーターの佐藤さんもお願いします。 はい皆さんんこにちはちょっとですね打ち合わせしてなかったんですけど皆さんが結構僕のことを紹介してくれたんですけど佐藤基といいます。もともとさっき川口さんが言ってくれたとおり DNA でゲームのマーケティングの仕事をさせてもらっていて去年ですねちょっと独立をしてスマホゲームのマーケティングをお手伝いするという仕事をさせてもらってますと。で今日ですねこのセッションをまさに重崎さんと一緒にこの企画からさせていただいて皆さんにも 参加いただいたんですけど、えっと今日ですね、あのお話ししたいのがあのテーマいきますか。まあ、これ先ほどもお話し,したこれなんですけど、あのやっぱり今スマホゲームのマーケティングないスマホゲームの業界って変化しているとやっぱ思うんですよね。でその時にあのこの変化に対してあのどういう話ができるかなと思った時にあのいろんなテーマがあるんですけど、まあ一つデータだったりとかデジタルマーケティングの重要性が上がっているだったりとかっていうテーマであの考えてたんですけど、その時にあのすぐ この人に出てほしいなっていうふうに思ってあの名前が上がったすぐ3人が、この数,数3人だったんですけど皆さん受けてくれてあのこの場があの実現したという形になります。なので早速ですね、あのこの話をあのしていきたいなというふうに思いますあのヒットタイトル創出のために今求められるマーケティング戦略とはとキーワードはやっぱヒットタイトルを作るというところかなと思います。 きあの来ている皆様あのスマホゲームに関係する方が多いと思うんですけどあのスマホゲームの,あの、まあえっと、提供している会社にいらっしゃるって方は全然もう7割ぐらいそうですね、はい、なのでまさに皆さん気になるところだと思うんですけどもう変化しているところのヒットタイトルどう作っていくのかというテーマを話していきたいと思うんですけどこのテーマ、皆さんどう受け止めてますか今からこういう話をしていくんですけどどういう所感ですかざっくりきました、ね <laughs> 広い,広い質問ですけあのまず僕個人的に感じているところで言うとあのもうマーケティング戦略が求められる時代になったなっていうのがちょっと感慨深いところもありましてやっぱり、えー、と特に2013、えーね、年とか、まあ、だいぶ昔とかだといいものを作ってたら売れるっていう時代が、まあ、あったと思うんです、ね。いいいいいもののとか新しい体験与えればいいのが もう今は本当に何と言うかいいかどうかをまず確かめてもらうのがすごく大変な時代になっているのでまあそれは大変なんですけど、まあ、逆にマーケティングをやる人間としてはすごく楽しみがある時代になってきたかなとは思ってます。うん 私は結構そのデータドリブンっていうところはやっぱりすごい重要だなってキーポイントとして考えているんですけど、まあ、当社も結構その昔からあの「まあ、モンスターストライク」っていうアプリを出させていただいてる中で、まあ、数千万人っていうユーザーさん、えー、いらっしゃる中で、まあ、そのユーザーさんたちのデータをまあ蓄積していって、まあ、いかにして次につなげていくかでもそれってすごい難しいことだったりはするんですよねあのデータを作ることまではできるけどじゃあそれをどうやって活用させていくか。 というところは結構これはもう各社さんな頭を悩ませてると思うので、まあ、ここでざっくばらにいろいろお話しできればなと思っていいまますすす、うん、はい、ありがとううございますそうですね、えっと、僕も似てるんですけどやっぱり、えっとまあ、昔例えば2012年とか、まあ、あ,のあの当時に比べるとあの、まあ、新しいユーザーさんがすごく獲得しづらくなってるっていうのは。 まあ、あのウェブ広告をやっててても感じてますねで、まあ、昔で言うと「〇〇がスマホゲームで登場」みたいのを言うだけでもやっぱり目新しかったし新しくユーザーさんがまあ遊んでくれたっていう状況はあるんですけども今だとやっぱりまああのそういったものも既に出てたりとか。 あ,とはまああの面白いゲームがもうすでに出ててもうプレイしている中でまああの乗り換えてもらう必要があるというところがあるのでやっぱりあのコミュニケーション方法とかもかなりあのまあこれまでに比べると考えなきゃいけないなというふうには感じてますすね、うん、そうですよ、ね、まさにちょっと今あの過去の話もしてもらったので1個資料をあの用意してまして。えっと 実際スマホゲームのマーケットがどういう変遷できたのかというところをちょっと用意してあのまずマクロの話を皆さんと共有しながら、えっと、具体的な話に入っていけないなというふうに思っていますとで実際今あのスマホゲームの市場って特に国内あの厳しくなってきたと言われることが多いんですねでこのグラフ、えっと、ちょっと情報が多くて見づらいかもしれないんですけどあの棒グラフが、えっと、いわゆるその売り上げとかあの市場の規模なんですねで市場の規模でいいうととはいえ 1>, あのまあ、1兆を超えた後もですねあのまだ伸びてるとも言えるのであのまだまだ伸びている市場だと言えると思ってますとでで。とはいえ厳しくなってきてると言われてるのがなぜかというポイントを、えっと、僕の視点で2個だけあの紹介すると1点あのこれファミ通のあのゲーム白書からデータをあのお借りしてるんですけど。 えっと、スマホゲームの人口という点にちょっと着目してますとこの赤い棒グラフがスマホゲームの人口で転生にしているところがスマホゲームだけを遊ぶ人口っていうのがあの出されてたのでそこを見てきたんですけどやっぱりここの数字はこの数年伸びてないんですよねでさらに言うとスマホゲームのみを遊ぶっていう人ってやっぱスマホゲームの市場が盛り上がったタイミングですごく増えたんですけどむしろちょっと最近減ってるぐらいなんですよ。 なんでやはりえっと人口が増えてない中でえっとまあユーザーさんをえっと獲得し合う競争が激化しているというのがやっぱり一点大きなポイントあともう一つあのこの下の方に主なあのその年にリリースされたあのタイトルを出しているんですけどこれもよく皆さんあの言われることですがあのこのえっと2年特に2年ですねあの国外のデベロッパーさんたちのえっと日本への参入がすごく 多くなっているのでもう単純にこのえっと人口に対しての,あのアプローチがえっとしている人たちがやっぱり増えているというところがあの厳しくなってきていると言われているゆえんなのかなというふうに思っています。で、えっと、今日来ていただいた皆さん結構昔からやられている方が多いのであのこの辺りのまさにですねマーケティングないしこの市場のトレンドの変化にえっと感じながらやってこられていると思うのであのこの辺の話でも聞いていきたいなと思うんですけど実際変化 今感じてる変化って、この市場のこと、マーケティングのこと、どちらでも大丈夫なんですけど、どんなことを感じてますか。えっと、そうですね。<laughs> これ、あれですよね、あの。一、えっと、人当たりが遊ぶゲームの数みたいなものは、そんなに変わってないから、やっぱどんどん辛くなってるっていう状況ですよ、ね。はい、あの、いろんなデータを見てみると、実際、一人当たりの、あの、遊んでるゲームの数も減ってるっていうふうに言われてます。うん 昔あの、本当にざっくりと3タイトル遊んでたのが今1人当たり2タイトルしか遊んでないみたいなだから延べゲームで遊ぶタイトルっていうのは実はかなり減ってるとも言えるかもしれないですね。それでいうとやっぱりあの新しく、まあ、遊んでもらうっていうのがなかなか辛い状況なのですでに遊んでる方にどれだけ長く続けていただくかとかあとは、まあ、1回やってみたんだけどやめちゃってる人をどうやってこう戻ってもらうかっていうところにあのやっぱり注力してやっていかなきゃなっていうのを考えてますね今。うん ロングセーラーの重要性が高まってますとその観点でいうと超ロングセーラーモンストやってる松尾さんどうですかこの市場感に関してあの当然ながら新規のユーザーさんとかは取りづらい環境にはいると思うんですけどあの一回その山は越えたかなと結構思っていて2013年に我々リリースさせていただいてこれでいうとですねうちのちょっとそのマーケティング 変遷というか、まあ2013年にリリースのえっ、ー、と2013、14年ぐらいですかね、あのテレビ CM とか、えー、とウェブ広告とか本格活動させていただいたんですけど、私ジョインした2015年ぐらいで言うと、えっ、ー、とリエンゲージメントをやり始めようみたいな形で動いてました。うん、で、2017年ぐらいで言うと、そのクリエイティブとかもより動画とか えー、あとはですね、まあ、HTML5 とかいろいろあったりしてそのフォーマットの変遷とかも変わってきてたという形でいろいろ数年12年単位でいろろなものが変遷してきてるんですけど結構その2015年に、まあ、なかなかその新規のユーザー様っていうのはなかなか取りづらかったっていうのはあったりするんですけど今そこから45年経って、えー、新しいやっぱ世代というか。 新しいその例えば中学生がま高校生になるとかそういうの言われたりすると思うんですけど、まあそのサイクルがだいぶできてきてるなっていうのを感じていて、新しいあのその世代のユーザー様を取りに行くっていうそのボスというかっていうのは確実にいると思っています。ただそこに対して結構難点だったりするのが、えっとまあいわゆるその競合さんがゲーム企業様だけではなくて、えっと エンタメ企業様、例えば漫画とか、うん、増えてますね、漫画アプリ、ね、各出版ったりするので、まあ、そういったところの企業様との可処の分時間の取り合いっていうところが結構多いと思うのであの我々がその愛に対する相手が、えー、とゲーム企業ではなく、うん、えとそのエンタメ企業様みたいなところが増えてきているっていうのはすごく重要なポイントなのでその可処分時間をどうやってこうお互いに取り合うのかそれとも あの共有するのかっていうところは結構キーポイントになってくるのかなって思ってます。うん、もう新新しいあのゲーム遊んでる数が減ってるっていうのはまさに他のエンタメにやっぱ取られてるとも言えると思うんですね。そう,そうですね。で一方でさっきあの三浦さんが言ってたあのあの実際その海外のタイトルのあのお手伝いをしてると思うんですけど実際トップテンにも入ってるとでこれってこの一年の話ですよね。そうですね。だから最近出たタイトルでもヒットタイトルが実は作れてるという事実もあるんですけど三浦さんどうあの感じてますか。そうですね。今あの松尾さんがおっしゃってた過少分時間に似ているんですけれどもあの僕すごくマ インドシェアを取らなきゃいけないな。っていうまあ。時間ももちろんついてくるんですけれども、うん、あのやっぱりゲームを。あのー。 普段ですゲームは遊んでいる時間でユーザーさんのことをすごく考えがちなんですけどどちらかというとその総合エンターテインメントとしてあの遊んでない時間を含めて今どんな考えでいてくれるかどんな行為でいてくれるかってを考えてすごくあの丁寧にやっていかないとやっぱり当てるのがすごく難しいなとあの例えばテレビ CM やった時なんかはあのどうでしょう、ね、感覚的には2年ぐらい前までは本当にゲーム画面を見せてあのどうです面白いでしょうって言ってれば当たってたんですけどもう今。 もう当たる気が全然しないんですねあのまあリリース直後とかなら別ですけどやっぱりあのリリースから半年以上経って CM を当てようと思ったらその何ですか、ね、ゲームに対するそのマインドでやっていない人のマインドとあと離反した方のマインドとかバランス取った時にやっぱゲーム画面今更見せても意味ないよねみたいなあの今の一例なんですけどやっぱそのマインドの向き合い方とそのシェアの取り方が今どうだっていうのをすごく丁寧に考えないと当たらないしまあ考えればまだ当たるなっていう。 そそういううい状況ででもあるかなとは思ってます、うん、そうですよね結構あの今まさに話しに出たあの結構日本のゲーム市場においてあのゲーム会社が得意としたのって結構 CM とかも含むあの統合的なマーケティングって結構得意としたと思うんですね。でとはいえやっぱ2018年とか19年に出たタイトルとかの例をあの見ていただければ分かるんですけどテレビやってるタイトルって実はそんなになかったりするんですよね。 しか,もしかもグローバルタイトルあの国外のデベロッパーさんのタイトルが多かったりするので実はやっぱその辺のやり方も結構変わってきていてしっかり新しい立ち上げ方があの成功しているタイトルがたまたまその海外のタイトルが多いというふうにも言えるかなと思うので、まあ、ここもやっぱり変化ないし、えっと、ポイントの1つじゃないかなという風に思っています。でまさにこれから あの2020年以降あのなってくるわけで市場がおそらく日本の市場だけで見ると,えっとスマホ人口が増えてないことを考えるとやっぱりあの市場規模をどこから頭打ちするのが多分日本国内だと思うんですけどまあそう考えるとどん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 海外にも出ていかなきゃいけないみたいなあの局面には出てくるんだろうなというのが全体のトレンド感かなと思います。実際こういったそのマクロな視点の中で 具体的にじゃあ皆さんがどういう取り組みをして成功されているのかという話にもしていきたいんですけどもう一個だけ資料を用意しましまたあで今後やっていきたい話していきたいのはこういう話なんですけど、えっと、もう1個だけ資料を話を進めるために用意したものがこれでして実際、これ今皆さんのお話の中でも新しいユーザーさんを取る。 で既存のユーザーさんを、まあ、リテンションするっていう重要性あのこの辺の話構造の話がやっぱ出てきたんですけどスマホゲームのマーケティングのことっていうのシンプルに言うとこういうことになるかなと思います新規ユーザーを取ってユーザーをリテンションするで新規ユーザーを取るためには認知をして遊んでもらって実際定着してもらって、まあ、よくファン化するみたいなことをゲームで言いますけどファン化してもらって。 で一方はさっき松尾さんが言ったあた復帰ないしリエンゲージメントみたいなところの施策っていうのも、えっと、定着しなかったユーザーに対して行っていくあのこんな構造だと思っていてでこれの変化もまあ起きてると思うんですけど、まあ、こういった中であの皆さんどういう取り組みをあのしてきてるのかという話をあのしていきたいなというふうに思ってます。でまずのののの話をちょっっっととしたいなと思っててて、あのー、今のテーマでももあって、あのー、皆さんもこの1年の 中でも新規ユーザー獲得で立ち上げているしさっき松尾さんもあのモンストとはいえ新規っていうのもちょっとフェードが変わってるなって話だったので新規ユーザーを取るというテーマにおいて皆さんどんな取り組みをしているのかという話をちょっと聞いていければなと思ってます。いかかがででしょょうか、えっと、そうそすね、えっと、ちょっと今の話の話流れ上 DNA は新規ユーザー取れてないのかっぽくなってると思うんですけどそんなことはしゃべってあの頑張ってやってますっていうところですねでえっとまあやっぱりあの僕がやっているデジタルの領域でいうとまあ新規を取るっていうのは当然まあやっていてまあ特に新しいタイトルの立ち上げのタイミングではあのたくさん広告出してますと。 えっと、やっぱ一番あの、まあ、効果出す上で気をつけているのは、えっとまあ、ターゲティングとクリエイティブなんですけど、まあ、ターゲティングというと,あのちょっとおあのテーマにもなっているデータ活用ですねで特にあの最近は、まあ、ちょっと昔と比べてですねやっぱアドネットワークとかああいういろんなあの細かいメディアを束ねたものというよりは大きいメディアフェイスブックとかツイッターとか LINE みたいなところに対する広告っていうのは効果的だと考えていて。 でまあ、そういった広告メニューってやっぱりあのデータをたくさん持ってるので、えっと、うまく活用すると、まあ、劇的に効果が変わるというふうに考えてますで、まあ、一番使っているのはやっぱり、えっとまあ、我々の、まあ、ユーザーの ID をうまく抽出して、えっと、そのユーザーに似てるユーザーに広告配信してもらうっていうのがやっぱり鉄板で、うん、類似配信ですねでまあその、まあ、シードオーディエンスって呼ばれるその元となるデータをどう作るかっていうところに結構頭をひねってる感じですね 実際どうえっとまあ一番ベーシックなのはやっぱりインストールユーザーにインストールユーザーのシードにして似てる人に配信するっていうのはやっぱり効果的だしあとはまあもうちょっとその何て言うんだろう、まあ、課金してくれるユーザーさんを取りたいっていう時は、まあ、課金してるユーザーさんとか、まあ、いくら以上課金してるユーザーさんっていうリストを使ってその人に似てる人に配信するとかあとはやっぱちょっとあの。 すごく強い IP タイトルだと、うん、もうインストールする人が特に特徴がなくてみんなみたいになっちゃうんでそういう時っていうのは何かこうプレイ頻度みたいなもので絞ったりとかして何かその特徴が分かるようなシードオーディンスを作っていろいろやってみて後ものを探すっていうことを興味ありよっていうその、まあ、いわゆるりりり取り部分ではやってたりしますうんうん、うん、遊んでくれる人をセグメントしてやっていくって、ね、そうことですね。 ターゲットデザインに近い人っていうのを何かしら自分たちのデータの中でまあ作ってそれで配信をするという感じですね。 結構今のお話僕面白いと思ったのがあの僕逆にというかあのあんまりその類似配信とかを深く使っていないんですねそれはあのまあ結構趣味みたいな話なんですけどあのアドネットワークすごくあのメインでやるんですねあの社内でアドネットワーク配信あのもうチームでやってたりするんですけれどもあのもう配信面ひたすら見てあのもう例えばゲームの攻略サイトのここに出ているから攻略サイトで一番あの p v やるのがぶっちゃけあの モストさんんとかだったりするんでするでけど <laughs> あの、まあ、ここの攻略サイトの、えー、とこのゲームタイトルすごく PV 多いからそうしたらこの,あのクリエイティブ当たるんじゃないかみたいなうん、うん、結構あの配信面かけるクリエイティブをひたすらあの人力の方でやるみたいなのをやっていて<ー>でそのためにあの、えー、とレポーティングをすごく自動化するっていうところをあの注力してたりするんですけどあのクリエイティブとか、えー、とキャンペーン単位 もしくはあのツイッターのアドグループ単位とかであのどういうクリエイティブが当たっていてその傾向が違うのかとかを全部 API とかもう場合によってはあの管理画面クローリングしてあの朝9時にはもう全部見れるようにするみたいな <laughs> めちゃくちゃやってますねす,すごいですねそれで人力でチューニングするみたいな配信面ごとに見れるようにしてるってことですかえっと配信面はあの媒体管理画面で見てえっとそれをキャンペーンでくくってあの自社で見るみたいな感じですね。 うちの場合はですねこれモンストとモンスト以外をミックスさせた話になっちゃって恐縮なんですけど、はい、えとぶっちゃけちどっちもっていう感じなんですよね。えー、とうちももちろん当然あのデータっていうのは結構使わせていただいているので、まあ、インストールユーザーさんの例えばシードとかはもちろんあったりするんですがよりその中のうちの KPI の中でその正体とか えと中であの、まあ、タッグ組んでくれるとか結構そこら辺の KPI が重要視されてるんですね。その結構会社全体で そういう KPI を見ている部分があったりするので,そ,で、ね、あのそこの部分をじゃあそ,のそういうことをちゃんと招待とかちゃんとしてくれるユーザーさんのために、えー、インストールさせるんだったらまずそこをベースにっていうので結構考えてますただどうしてもやっぱり数が少なかったりするのでそれだけじゃやっぱうまくいかないっていう時もあったりしますしまあそれが例えば c p i として3000円いっちゃいましたとかって結構あったりするんですけどこれ結局ブロードの方が良くねみたいな結構あったりするので。 実は結構どっちもミックスではあったりすると思うんですけどその KPI に応じて何が優先すべきかっていうところだけ、えー、ちゃんと事業部とあとはそのマーケー担当とかあとうちの,方のえっ、ー、のデータエンジニアとかいるんですけどマーケーエンジニアとかとちゃんと握っっててて動いいるって感じですね効果が良いとか悪いとかってあると思うんですけどそれって今、この、えー、と現時点だと何何で見てますかよく例えばゲームっていうとロアスとかいうじゃないですか。うんうん な今、松尾さんの話だともう少し深いところまで見てるなっていう印象なんですけどえと基本的にはリテンションレートとかが中心ですね、もちろんロアスとして何パーセントみたいなのはあるんですけど、リテンションレートっていうのがある意味、えーとでうとまあ、ゲームによるんですけど、デイ1とかデイ3とかっていうところが結構指標になってきます。でえー、とあとは 事業としてその招待とか、うん、先ほど申し上げましたけどそことかも、えー、まあサブ KPI 的なところで入ってきたらしますね。うんうん、だから単なるあの CPI とかそれだけで見てるわけじゃないってことですよね。おっしゃるとおりです。あの他の皆さんどうですか。うちはもう完全にロアスですね。<laughs> あの別 <laughs> れますね <laughs> お。お金がないので基本的に <laughs> あのっていうのはあるんですけどあのゲームと で割と僕が担当してきたものがあのなんていうかユーザーがそれなりに狭いあの例えばスマホ RPG とかですけど今度新規で出るのもあのそのユーザーさんの数が例えばモンストさんで数千万とかに対してスマホ RPG ユーザーって多分国内で500万とかいう数になってくると思うのでそうするとあのなんか裾野を広げるとかよりもやっぱりロアスを取りつつあのいかにコアな人たちを中心にコミュニティ作っていくかってなるのでそうした時にやっぱロアスがないけどこの人たち取っておこうみたいなのが。まあ て現実的にあんまりだろう他の KPI、の招待率とか見てもあのロアスよりも優先するほうが1一つ言えるのがあのロアスの最適化ってどっちかというとあの媒体運用的にあのリテンションレートの最適化よりもやりやすいっていうのはあると思います結構、仕組み的にあのロアスは結構ポストバックとかで。 あの割,割かし遅れたりするんですけどす、ね、リテンションレートって例えば D3 のリテンションレートって遅れないじゃないですかなでそこってサーバーとサーバーとかでいろいろやらなきゃいけなかったりするのであの基本的には媒体運用とかの効率性を考えるとロアス運用の方が僕はあの向いてるかなと思ったりしてます。そううでですすねあのかななななり近いんんけどロアス的なそのなんだろうなえっと プレイを開始してくれた新規ユーザーさんの課金を見てちゃんと投資していくっていうのは一緒なんですけどロアスってこの広告で入ったユーザーさんの課金額とかかったコストを割り算して投資対効果を見るっていうことだと思うんですけどやっぱり結構ですね例えば Facebook 広告のロアスを見ましょうっていうだけじゃなくて Facebook 広告のこの えっと、ターゲティングのロアスを見ましょうとか、まあ、このバナーを見ましょうとか結構細かいルートまでブレイクダウンしていく,くケースが多いのでそうなるとあのなんだろうな、まあ、すごくブレブレになっちゃうっていうのがあって、えっとまあ、今回の広告によって入ったユーザーさんの課金を見てると一、まあ、人すごいこうたまたま課金してくださった方がいるとも,うものすごいロアスがよくなるしなんか一定以上数がないと見れないなっていうのがまあ僕らの考えで。 書き見るためにはもう正直マンレベルでないときついなと思っているというのがあるのでえっと今やっているのはえっとまあロース的な考え方に近いんですけどどちらかというと,そのえっとここの,あのフェイスブックのこのキャンペーンから入ったユーザーさんの LTV はいくらだというのをあらかじめ予測をしてその LTV に合わせて CPI を設定して広告を出すというやり方。 をしてますね。うん、あ、そこは同じですね。うちもあの逆算して C. P. I. 目標を決めるんで、あ,<ー>あの。実質的に C. P. I. で合わせて運用してるんだけど、ルアーその予測を。あの詳細に立ててるみたいな感じです。なるほど。あの、今の話、あの含めてなんですけど、あの一方でですね。あのさっき皆さんが紹介してもらったみたいに、今、あのアプリボットで新作のブレイブエクスロード、ブレイブエクスロードなんですけど。 駅にすごい OH を張ってるじゃないですか。今まさに。はい、それってどちらかというと、さっきのロアスとかそういう話とはまた違う考え方だと思っていて、この新球団の中でいうとどちらかと,いうと認知よりの話なのかなっていうふうに思うんですけど、あれは逆にどういう考えでやってるんですか。そうですね。あのー、まあ、あんまり広告費をそんなに多く使えない中で、やっぱりあの OH ちゃんと出しましょうっていう目的は、あのやっぱりコアなファンの方に届けるっていうのをすごく重要視していまして、というのもあのー、まあ スマホ RPG みたいな割と,、えー、とゲームをすごくやり込んでくれる方に支えられやすいゲームっていうのがあの必要なのでやっぱり最初にコアな方を取らなきゃいけないでそうすると,、えー、とコアな方の、えー、と認知を取っていくことが結局最終的なロア数にも効くだろうっていう考えがあってでその、えー、と認知をコアな方たちに届けるのに一番効率よさそうなのはあ TGS ちょうどあるじゃないか、うん、みたいな <laughs> 結構そんな考えですねなるほど実際それどう評価しようって考えてますか えとまずは、えーとまあ、結論を総合的に見るんですけれども一つがツイッター、まあ Twitter、などでの、えー、と露出の多さ、えー、とユーザーさんの反応を見てで次にあの今、えー、と事前登録の広告も回しているのでそれの,の CPA とか CVR とかそういった KPI があの変化しているかどうかで、えー、ともちろんオーガニックの流入増えているかどうかで最終的には、えーと えーとユーザーさんの中でえとすごくコアな方があのいいと言ってくれてるかどうかっていうもう訂正であの判断するんですけど例えば t えとツイッターでフォローついてる時にあのやってる期間中にあの見てるとなんかなんだろう他の,あのベンチマークタイトルをプレイしているユーザーさんのフォローが増えてるかとかあのそういう。 最終的にユーザーさん一人一人の感覚として、えー、とブレイドエクスロードっていうタイトルを期待する人がコアなファンの中で増えたかどうかっていう、えー、と定量を見るけど訂正で最終決めるって感じです。うんなるほど分かりましたあの新規ユーザーの話あの最後にもう1個聞きたいのがあの今、いろんなやっ,てやってることを聞かせてもらったんですけどこれが課題なんだよね、今っていう話って何が挙げられるのかなっていうのをちょっと聞いてみたくていかかがですか新規ユーザーを獲得する時に課題になること。 君はですね、課題はうん正直なところ割と、えっ、ー、と新規ユーザー獲得で、えー、とな悩むというよりも割とシミュレーションしきったらシミュレーションを超えなかったことってあんまりないんですね。<laughs> あの事業上あの目指すべきところって大体超えられているというのは正直なところあるんですけれどもどちらかというと新規ユーザー獲得した後の定着。 ですねあのまあ、ロアスとしても例えば60日で回収したいなとかで60日で回収できているけど3ヶ月ぐらい経つと、まあ、やっぱり急にその回収率が落ちてくるみたいなのが例えばあったりはしましてそれはあの新規タイトルの多品さんのリリースとかあの大きなタイトルの執念がとか。 いろんんな影響あるんですけどやっぱ獲得だけをしていても事業が伸びないとか安定しないっていう状況があるのであのそこの課題を包括的に解決しないと獲得だけが良くってもちょっと事業ってやっぱり継続性がないなっていうのが。 なるほど、なるほど逆に言うと質問的にはスティンユーザーの課題というのは個人的には割と解決策があのケースバイケース見つかっているという,感じですうそれはもうオリジナルタイトルだろうがそう思ってるそうですね、あのただ、えー、と解決しようと思ったら投資が膨らむとかはあります、今回の OH もそうなんですけどやっぱりデジタルで様子だけ見ていればいいねっていう時代ではなくなっちゃったなって感覚はあります。うんうん、なるほど うちとかでいうとですね新ザ座さんの,その課題としては結構そのキャンペーンとか結構売ったりするじゃないですかそこのいわゆるあのゲーム内のキャンペーンゲーム外のキャンペーンとかそういうのを含めた時ときと普通の,その我々のやってるアドっていうところでそれぞれやったときにどれだけ効果あったんだっけっていうそのトータルでの指標のミックスというかそれがなかなか見づらいというところはありますねとパラメータが多すぎてもう何がなん,、ね、んだかみたいなところありますね。結局その それぞれやっていく上でこのタイミングではこれやったからみたいな結構いろいろ出ていくと思うんでこれ各社さん悩むところだと思うんですけどう,す、ね、うちでもやっぱ悩あのそれこそモンスターなんてあらゆることやってるって言ってもおかしくないと思うんですけど松尾さん的にそ,、はい、その課題確かに分析は課題になるじゃないですか、はい、あのそれこそ OH はテレビってどうやって分析するのっていうふうに思ってる方もいらっしゃると思うんですけどそのもうマーケティングミックスをした上での分析ってど,どうあるべきどうしていこうっていう考えってあります、現時点で。 えっとぶっちゃけあんまないんですけど、えっと、今こうできること足元の状況を見てできることでいくと、えっと、それぞれ定量定正っていうところはも,うもちろん必要なんですけどあのうちとかってわりかしそのリサーチチームとか、えっと、データ先ほど話したマーケティングエンジニアとかっていうところで分析解析がしっかりしているので、はい、そこのえっとまあループというかあの確実にその人たちがプロジェクトを組んでそれであの横断で。 その各国で、えー、それぞれのキャンペーンごとにあのデータを見ていくっていうところがまず大事かなと思ってます。実は結構そことかもなかなかやっぱりその情報伝達とかっていうのが難しかったりするので、あのまずはそういう足元でできることでまあそうかなっていう。そこの第一弾とか結構今いろいろ動いてたりはします。 まずは分析をする目線と、ね。ですね。うん、で結構目線合わせ K. P. I. 合わせ、でそれをあの事業部長とか。責任者たちと、えっと握って、次何しようか。っていうところまで、一気に落とし込むみたいな。わ、うんうん、かりました。河口さん、いかがですか。えっと、そうですね。僕らのところも、まあ、あの。最終的な、えっと、刈り取り部分っていうのは、まあ。あの、まあ、辛くなってきたとはいえ、まあ、いろいろ試行錯誤してやってはいるんですけれども。 えっとやっぱその手前の,、まあそのゲームの名前だったりどういったゲームなのかっていうところを認知してもらうでそこでまだ止まっちゃってる人っていうのをどういうふうに価値評価して、まあ、その投資の妥当性を、まあ、あの判断するかっていうところ結構難しいと思っててそれこそ先ほどおっしゃってた o 市みたいなものをやった時に、まあ、すぐに事前登録を、まあ、あのしてくれる人もいればそこでなんとなく覚えててあのアプリが出た時にインストールしてくれる人もいると思うんですけど。 まあその,まあの方っていうのも多分価値があってそれを正しく評価してだったらもっとやろうとか,なんかそういう PDCA が回っていくかなと思うんですけどそこはやっぱ僕らもまだ試行錯誤中でまあその最後の刈りの取りまであの試作によっていけたものに関してはいろんな方法で評価っていきだしてるんですけどその手前段階で止まっちゃってるものに関してなんとかそこも評価したいなっていうまあそこはちょっと課題として感じてるところです、うん、考えてることありますか やり取り以外のところのつながったかどうかの評価。えっとうんちょっといろいろ試行錯誤中っていうところなんですけどまず1個はまあアンケートとかそういうのを取って、まあ、状況を確認しましょうっていうところで,でもう1個は何かしらの方法で AB テスト形式にしてそのんだろう認知施策みたいなものを、えーっとまあ、やっまあて。 こちらがその認知策みたいなものをやってる人とやってない人に分けてその人たちの,あのいろんな KPI を長期的に見ていくっていうアプローチを今はまあチャレンジはしてるんですけどまあそ今の,その2個目のアプローチって何て言うんだろうなえっとそのベースの例えば課金だとしたらベースの課金に対してまあまあ日々 A と B もブレるんですけどそのブレ以上に効果があるような施策じゃないとやっぱなかなか見づらい部分があったりするのでそこはちょっと今苦戦というかまあいろいろチャレンジして。 まあちょっっとずつって感じですねわ、うん、かりましたで今新球団の話を聞いてきましたけど、えっと、さっき皆さんも言ってもらったようにその後がむしろ重要だよねっていうのはまあやっぱ真実だなっていうふうに思うんですね。でそこでユーザーリテンションっていうあのフェーズに入っていくんですけどこのユーザーリテンションはあの僕が市場観を見てる感じで言うとですねこのもう、えっと、23年ぐらいファンマーケティングとかファン化のための支度っていうのは結構スマホゲームの界隈ではかなりまあ進んだというかあのー。 取り組みがかなりあので一方で他にも油断あのリ,リテンションの施策っての、ね、はやっぱり定着・活性の部分だったりとか離脱してしまったもの,の人をあの復帰してもらうにはどうすればいいのかみたいなところも結構あって結構ここもやっぱ難しいなっていうふうに言われることが多いんですね。でやっぱ課題になり得てると思うんですけどここへの取り組みっていうのを皆さんどうやってるかっていうのを伺えればなというふうに思います。 えっと私たちのところで言うとですね、まあえっ、ー、とまあモンストではあるんですけど、比重としては復帰っていうとに対しての比重が圧倒的に強いです。えとあの強いですね。はい。えっ、ー、と定着活性っていうのは結構そのプロダクト依存になってしまっているっていうところなんで、ここは我々としての一つ課題でもあったりはしてますね。もちろんマーケティングサイドとえっ、ー、とプロダクトサイドがこう一緒に動いてるっていうのはもちろん当然あるんですが、えー、なかなかそこでじゃあ 本当にじゃあ定着させるためには活性化させるためにはっていうのはまだまだ、えっと、道半ばかなと思ってます。で、えっと、今その定着化活性化っていうところのために一つ、えっと、考えてることが、えーまあ、予測モデル。 いうところでいわゆるそのユーザー様がえーといかにして離脱するかっていうのを予測してその予測の部分をえといわゆるプロモーションとして打って、えー、まあ理想で言とプロダクトの中でやることなんですけどプロダクト外とかでもあの戻すんではなくてそもそもやめていただかない状況にさせるみたいなっていうところをえと今考えてたりはしますでそのための,そのプレディクションモデルっていうのはうちの,そのマーケットエンジニアたちがすごい作ってくれてるのでそれをうまく活用していきたいなって思ってますね。 機械学習みたいな、ね、そうですねおっしゃる通りです、うん 前提としては復帰をすごくやってるって,言ってたじゃないですか。はい、復帰は効果はあるけども。はい、えっと、さらにこう、全体的な効果を上げるためには、えっと、定着活性に着目している。おっしゃる通りです。で、しかもファンかって言ったら、もうすぐめちゃくちゃやってるじゃないですか。はい、エクストラパークしっかり。ありがとうございます。だから、やっぱ次は定着だみたいな感じなんですね。そうですね。もともと定着ってことを考えてはいて、そのプレディクションモデルっていうのを何年か前から着手していたってなったんですけど。結局復帰っていうのを考えたときに、どうしてもやっぱり、その一度。 離脱されたたユーザーザまた戻すでそのユーザーさんもまた戻すとかっていう活動にもなってしまったりするのでなのでそこをうまくこう今やろうとしているでそれの第一弾として何か今年中にうまくできたらなっていうのは思ってたりしてほ、ねうん、かりました他の皆さんいかがですかリテンションの取り組みそねえっとそうです、ねえっと、DNA でも、えっと、復帰ですねあのやめてしまった人に対する広告配信っていうのはいろいろ試行錯誤して、まあ、やってきたんですけれどもそれこそその。 えっと、クリエイティブを復帰あの離脱している方向けに作ったりとかあとはまあセグメントをいろいろ分けてそれぞれに対してクリエイティブを出したりとかあのやったらやったんですけどやっぱり、えっと、現状の結論で言うとあんまりスケールしないなっていうのが、まあ、僕らはそんな感じなんですよね。で多分モンストレベルでこうユーザーがいるとまた違うのかなと思うんですけどやっぱりあの、まあ、いろいろ手をかけてやる割には。 そそんなにその ID の数的にもまあ数百万とかっていう ID の数だとやっぱりそんなにインパクトが生めないっていうのが今の考えでちょっとまあこれが解決するためにはあ,のある ID で広告配信をしたいっていうふうにまああの ID f a で指定配信できる広告メニューが増えたりとかあとはそこのそのマッチ率ですねその,えっとそのメディアに来たユーザーさんがあのちゃんと我々が指定した ID と同じ人だったら配信できるようになるとかそこがえっともうちょっとこう。 進んでいくとあのできるかなと思ってるんですけどかなり頑張った結果ちょ,ちょっとちょっとまああの少しあのやってはいるけども注力度は弱めてるっていう状況です、ね。あのちょっと突っ込んだ質問になるかもしれないんですけど予算って考えた時にこの新規とそのじゃあ復帰っていう意味で言うとどどんなかん割合の考えになりますか。あのもうタイトルのフェーズ次第なんですけど、はい、それこそえっと3周年4周年とかってなったタイトルに関してはえっと復帰の方が増えて。 来るんですけど新しめのタイトルでいうと予算の話ってさっき松尾さんの話でいうと定着もって話だったじゃないですか、はい、ど,ど,どんなな考えになります、えっと、基本的に今まだ定着の施策完全に打ててないのでこれは本当に予測の話になってしまうんですけどまず最初に5%ぐらいの予算でテストをして。 それがどれだけ DAU、MAU に対してインパクトがあるかというところをまず見ていきたいなと思ってます、ね、なのでまあ今の段階でいうと5%ぐらいでまずはテストしてみてそれの影響を見るという感じです、ね、そのうちでいうと結構面のところでもちろん果樹芸もえっと多くはないんですが結構多いのが先ほど可処分時間とい話でした漫画とか、まあ、エンタメタイトルみたいなところはかなり多いですね。 あそこでのその獲得割合っていうのがだいぶもう増えてきていてあとはど、まあ、動画とか、まあ、そういったところも増えてきているのであのうちの場合はそのコアゲーマーミッドゲーマーとかってなかなかこう定義しづらいタイトルでもあったりするのであのいろんなとこから取ってくるんですけど実はもう非ゲームの面の,面の方が多かったりはしますね。うーん ま取れるんですけど、めちゃくちゃ多いっていう印象はなくて、もしかしたら、まあモンストってもはやもゲーマーだけじゃなくて。まあみんながやってるものだったりするので、結構人が多いところっていうのがいいのかもしれないですね。すねうん、一応コミュニケーションツールというふうに、僕らの標榜しているので。あ、そうなんですよ。うん。あ、僕らで言うと、やっぱり。あのリエンゲージとか復帰に関しても、あのラインとか、ツイッターとか、ああいうところがメイン。 ですね、多いです。大きな。あのユーザーリテンションの話をしてきたんですけど、あの今日はやっぱヒットタイトルを作るっていう、あのテーマで話してるんですけど。あのー、お三方は、ユーザーリテンションの取り組みを、今後強化する必要が、そのテーマにおいて、あるというふうに考えていますか。えっと、その、なんだろうな、やめちゃった人の復帰っていう意味で言うと、えっと。 な,なんとかしなきゃいけないと思ってるんですけれどもウェブ広告のアプローチであのそこをめちゃくちゃ頑張るってアプローチがいいのかっていうとちょっと現状で言うとそうじゃないかなと思っているので先ほどおっしゃってた CM とかいろんなものを使っていかなきゃいけないと思ってるのとあとはこの定着活性という定着は本当に重要だと思うので、えっと、そこはちょっと考えていきたいなと思ってますね。 あとまああのもう一個ファン化でいうとまあそれ僕じゃなくて他のところでコミュニティマネージコミュニティマーケティングのチームがあるのでそこでやってるんですけどまあファン化するとそのんだろうなそのファンになった方が新しいユーザーを紹介してくれるっていうのが結構起きてるんですよ。でじゃあ,あのそこをうまくまあそことこう連動してえっとファンになってくださった方のおすすめコメントみたいなものを新しいユーザーに見せていくみたいなアプローチで僕らのその新規獲得もまあ もっとよくできなないいかかみたたことはチャレンジしたりししりりてまますね、うん、分かりましたユーザーリテーションをどうするかっていうのはやっぱ大事っていうかまあ絶対重要な部分ヒットタイトルを作っていく上で多分絶対重要だと思いますのでそこをやった方がいいと思うんですけど結局その中で何やるかだと思うんですよね。なんであの今 あの川口さんおっしゃった通り CM とかも,もちろんそうですしあと、その施策とかももちろんそうですしあと、ファンコミュニティとかも、まあ、うちもそういったその一通りはやってはいますがあとはまあそのためのデータをどうやって基盤を作っていくか,かそういうところですかねそういうのはうちは結構意識しててやっていますね、うん、あの今基盤の話で基盤も聞きたいんですけどデータをやっぱり使っていくっていうのが基本ベースになってるじゃないですか新規もユーザーも、はい、ど,どう貯めてるんですか皆さんは。どうデータを その DMP 的なものを使ってやってるのか。えっと、弊社の場合は、えっと自前で DMP を作っています。 えっと基本的にそのサービス側の解析のチームがいてそこのところにえっとまあそもそもデータをためる仕組みがあるのでうちの,そのマーケティングエンジニアのえっと人たちがそこで一緒に DMP をえっとその中に構築していくうん、うん、なのでもう必然的にそのゲ,ームとゲームデータと,えっとマーケティングデータっていうのをえっとまあ統合する仕組みっていうのがまあ大体できてはいるっていう新しいタイトルで作るときもそれを必然的に進めていって,って感じですね。うんうんうん DNA はどうですかあでも同じ感じですね、あの自分たちで、えーとまあ、d m p 的なものを作って、そこにデータを貯めていって、えー、といろいろこう自分たちなりにこう加工というか、して使えるようにしてるっていう感じです、ねうんうんうん、三浦さんは、うちは d m p っと呼んでないんですけれども、あのそれこそ広告 SDK のデータとゲーム内データとかを、えー、と同じところに、うちの S3 に貯めて、アテナで処理するみたいな感じで、えーと、全部レポーティングしていくみたいな。なるほど。 三浦さんにもあの今まさにあの新作を立ち上げようとされている中でまあ新規格とかもちろん重要だと思うんですけどリテンションもやっぱり重要になってくるやっていかなきゃいけないというふうに感じてますかそうですもうここはもう間違いなくなりますしやっぱり新規で先ほどのやっぱり例えば2か月経ったら回収率落ちるみたいなもういくら獲得頑張ってもあの本当穴の開いたバケツみたいなのだと意味がないのでここがすごく大事になると思ってますでここはやっぱりさっきもうお二方の,あのデータすごく見るっていうのも大事ですしあともう一個僕はあの予算を作る 力っってててていいうのがここにすごくく今後求められていくかなとは思ってましてやっぱりユーザーリテンションにかけてる費用がどうしても発生した時にそれをあの見えないものってすごくどうやってもデータ使っても多いと思うのでその時にあのやっぱりマーケターの立場からあの売り上げ予測して予算を取ってあのまあ分析できないけど例えばあのリアルイベントに1,000万とかかかりますとか言って それでもあの大丈夫なように予算をちゃんと取れるかみたいな結構そこがあの,このリテンション施策をやりきれるかどうかの,あのまあ分かれ目になってくるかなっていうふうに考えてます逆に予算どう取っていくようにしてるんですかプリゴットは結構あのうちはですね獲得の予測をすごくあのやっぱり経験とかデータで立てるようにしてるので獲得と,えと過去のえーとゲーム内 KPI からえと向こう数か月の,あの売上とその時の広告予算でえとあらりを出してであらり目標としてえと経営と握ってこんだけあらり出るんだったらあ あのまあ、こう例えば月にこ2000万とかはリテンションというか、まあ、ブランディングとか使うけど、まあ、そこはうるさく言わないでよみたいなあの分かる数値で握って、えー、となんか余剰なところをちゃんとあのリテンションに当てるみたいな結構そんなイメージですそのリテンションの施策でどんだけアドオンされるかというよりは全体でちゃんとこれを担保するからリテンションの予算は使わせてくれみたいなそんな感じのイメージですかそういう感じですね。うんうん、はい ででもなんかそういうういいいい感じじゃないとできななとき策っってて多分あるなっていうやっぱ絶対数字に落とし込めないものもあるのでそれをじゃあやらないのかっていうとやっぱ定性的にやったほうがいいものはやったほうがいいのでそこはそういう感じで進めるのはすごくそうなのだろうなと思いますね。うーん なるほど分かりましたそう感じるとなんか結構その組織戦略というか <laughs> そうです、ね、思いみたいなも。な全体とかプロモーションとかそのあのプロダクトをどう,こう一緒に戦略組織としてやっていくかみたいなところの連携で,で特にその多分今回でいうと三浦さんのようなその結構がっつりそこに対してコミットするっていうことができるようなそもそも組織体があってっていうのがすごい。 そもそも重要だと思うので結構、データを見る人だけではなくエンジニアももちろんそうですけどその後に対するちゃんとビズデブとかあとはキープレイヤーに対する,その、まあ、いわゆるレポーティングを握る人とかというところの体制がしっかりできるあの、まあ、チームというかプロジェクトがあるとやっぱいいいいんじゃないかなかと思いますすねうんそうですよ、ね、この新規ユーザーリテンションって分けてもこれが分かれちゃってるっていう体制になってるところも結構ありますよね。そうですね それが果たたしていいいいののかかみたいななとところもあるのかなと思います,す、ね、あのさっきデータを重要視するっていうときにやっぱ今体制づくりにもデータが不可欠というふうにあの、まあ、せっかくなんでるとレプロさんっぽいお話もく <laughs> れますけど <laughs> あのみんなが見ているものが違うとあのうちなんか組織そんな,多くない大きくないんですけどやっぱりもう目線が揃わないんですよねなので僕はあの2017年からあのマーケティングあの,の方に入ったんですけど一番最初にやったのがそのデータの整合性をつけてレポートの,あの定型化する。 っていうところが一番最初にやって、それをベースにした。あの普段の業務とか、えっ、ー、とミッションとかあの体制とかを定義していくっていう順番でやったんですよね。うん、やっぱそれがないときついなっていう。 あのマーケティングがやっぱりその分断されちゃうなって思ってますなるほど分かりましたちょっとそろそろいい時間になってきてるのであの今日のテーマの,あの、まあ、まとめ的なことにいきたいなと思うんですけど、まあ、今までいろいろ聞いてきましたと新規の話も聞いてきましたリーダーリテンションの話も聞いてきましたデータの話も聞いてきました体制の話も聞いてきましたもう最後にあの一言この今後未来,未来ヒットを作っていくためにあのこれをやっていこうと思ってるみたいなところっていうのがあればそれぞれあの1つずつ頂い,いてもいいですか 今まさにチャレンジしていてまだできていないんですけどこの形にしていきたいと思っているのは、えっと、まずはやっぱり認知のアプローチですねあの刈り取りだけじゃなくてちゃんとあの認知を、まあ、できる範囲で定量化して PDCA 回して、えっと、新規ユーザー獲得を伸ばすということをまずやりたいと思っていますというのとあとは やはりあのちょっと厳しい状況とはいえあのリ,テンリテンションはめちゃくちゃ重要だと思っているので、えっとまあ、復帰が広告なのか広告じゃないのかわからないですけどん、まあ、あとかあの何かしらの方法で、えっと、伊沢さんに戻ってきてもらって定着させるということをやっていきたいなと思っています。 私は結構その組織作りとか結構その全体方針とかっていう方がメインなんであれなんですが。えっと。 どっちかってそのデータの活用の仕方をもう少し、えっと、マーケティングとかプロモーションだけではなくてサービスにもどう活かしていくかというところを考えていきたいなと思ってます。で今まさに一つやってる事業があるんですけどあのうちの,そのマーケティングエンジニアが一緒にサービスの,その解析とか 分析とかまで一緒に入ってじゃあここをこうした方がいいよねとかこの敷地ってこうだよねみたいなのを結構今見つけてくれてるんですよ。なのでそこからいわゆるバケツの水の穴を使ってやっていくみたいなっていうところがあの水の穴をこう埋めていくみたいなところがあるんですけどそれプラスそのマーケティング組織とエンジニア組織いろんな組織のブリッジができる人間っていうのが今後求められてくると思うのでそういった人たちをどう育成していくかっていうところがその施策うんの場合にまず必要かなと思ってたりします。 僕は、えーまあ、いろいろあるんですけれどもこのデータをちゃんとあの活用できるようにするというのがもちろん1つともう1つ、一番重要視しているのはあのユーザーさんのことをもうとにかく見る。 あのひたすら向き合うっていうふうに思っていて、あのー、今ってその、えー、と例えばリアルイベントさっきの1000万みたいな話もあるんですけれども、あのー、そういうのをえと普通の,の、えー、CPI 的な数字だけで見ると、えー、それ本当にいい投資なのとかなるんですけどやっぱユーザーさん一人一人を見た時にその施策が最適なのかっていうのをひたすら議論する。でそれの 確からしさを確かめるのが、あのデータであるっていう、やっぱ順番で言うと、そういうあるべきかなと思っていて。あの、そこをなしにやっていると、結構迷子になっちゃう。やっぱレッドー放ーに沈んじゃうなっていう感覚があります。わかりました。ありがとうございます。あの、今日本当にいろんな、あの、話してきたのは、各社。本当いろいろやられてるなというふうにことだと思っていて。今まで、あの、これやればいいみたいなことが、一部あったのかもしれないですけど、もう、それも結構なくなってきている。で、やっぱりユーザーを見ながら、データを活用しながら、あの。 いろんなことをやっぱり取り組んでいかなきゃいけないっていうところがあの今後の人のために当たり前なんですけど、まあ、向き合わなきゃいけないなっていう感じなのかなと思いましたで、えっと、このセッションあのこんな感じで締めようと思うんですけどあの会場からですねもしあのこのメンバーにあの聞いてみたいのことがあれば質問を受けたいなと思うんですけど何かある方いらっしゃいますでしょうかあでは 前列の,のマイクお願いしてもいいですか。あ、DNA の今西と申します。あ,あのタロチハレさんありがとうございました。非常に勉強になりました。えっと一個聞きたいんですけど、あの最初あの松尾さんの方がですね、あの過所分時間のまああの取り合いみたいなのが起こっているのでいるっていうお話があったんで、えっと今後ゲームのマーケティングってえっと そのお客さんが選択する時に遊ぶ必然性みたいな出していく必要がもあるかなと思っていて皆さんってそれぞれどういうふうなところで出していかれてますか1、えっと、個だけ条件つけていいですかあのガチャ100連っていうのはなしで他の回答をお願いできればと思ってます。<laughs> めめちゃめちゃゃ難しいです,もんですねガシャ50連って答えようとしたんですけどい <laughs> いやななかなか難しいですね、あのー、そこに関しては、えー、今、我々新規タイトルとかいろいろ作ったりとか出してたりしますし長期にはモンパニっていうのを出させていただいてるんですけど、えー、とうちはもうですねあの差別化っていうのを手に入ともコミュニケーションとしてどう軸が発生するか。 ってていうところだけで考えてますあのもちろんゲームとして、えー、と遊んでもらうっていうのはもちろん重要なんですけどその遊ぶっていう時に誰かと一緒に遊んでもらうための,あの仕掛け作りみたいなとかこれは面白いよねみたいなっていうところを思、えー、いに重視しているのでただ全てそれがうまくいくかっていうと結構難しい話なんでなかなか、あのー、そこの選択肢は今も難しいところにいますね。 ありがとうございます他のももし良かったお二方も、はい、あ僕はですねあのさっきと同じなですけどユーザーさんともひたすら向き合うこと自体があの新規獲得に大事だと思ってるんですけどあのやっぱり評判悪いゲームってやってくれないんですよねそれはあのちょっとあのとある失敗とかもあったんですけど例えば、えー、と結構僕が話社内で話すとしたら、えー、と強化とか覚醒とかがありますそこの UI 悪いですだったらこれ直さないと新規来ないよと。 いうようよな話って結構社内ででもすするんですねで理由が、あのーまあ、やっぱ口コミとかすごく強いので結局こっちらが報告の効果なんかいまいちは良くないねなんでだろうとか思ってたら実は口コミ評価が下がってるからみんなが入ってこなくなったとかすごくあるし、まあ、ぶっちゃけそれはあのデータ上 CVR とかでめちゃくちゃ出てくるので、あのー、ひたすらユーザーさんにとっていい運営をしていい評判があったらあの大体新規獲得もうまくいくっていうもうほんとそういうこの哲学って感じです。 えっと、そうですねあのこの質問がなぜあったかっていうともしかしたら、まあ、今西さんってあの僕マーケティング部の、まあ、僕の上司なんですけどあの陰性早急バックやってるって思われてるのかなってちょっと思ったんですけど <laughs>、まあ、あの実際やっぱり今あの広告のクリエイティブってやっぱ10連無料みたいなやつは効果的なんですけど昔に比べるとやっぱだいぶこうユーザーさんも慣れちゃってるんでやっぱ。 取りづらくなってますっていう中で、えっと、やってることとしては、まあ、あのゲームのやっぱり中身をちゃんと伝えるっていうかどういうゲームだっていうのを、まあ、広告の段階で伝えて興味を持ってもらうっていうことを、まあ、やろうとしてます。でまあ、方法はいくつかあるんですけど、まあ、例えば、えっと、なんだろうな YouTuber さんみたいな方にやってる、まあ、あの YouTuber さんみたいな方がやってる様子を、まあ、広告クリエイティブにするだとかあとはちょ先ほども少し話したんですけど、えっとまあ、ユーザーさんの何のて言うんだろうな おすすめコメントみたいなものを広告にしていくとか、なんかそういった形でその。もうちょっとこう、ゲームの中身を理解できるような、えー、っと、広告クリエイティブっていうのを、まあ、作るってこと。にチャレンジしたりはしてます。はい。ありがとうございました。他、大丈夫でしょうか。あ、じあ最,後最後の一人、お願いいたします。<笑><笑> えと新規獲得において、その口コミとか,なんか,なんかリファラルですよね、あの友達紹介とか、そこら辺もかなり大事だなと思っていて、僕,僕自身もそのゲーム作ってるんですけど、そこをすごい大事にしてますと、でそうなった時になんに、何をなんか指標とするのかなみたいな感じのことを思っていて、例えば僕らのアプリだと結構 AR ゲームみたいな領域になるので、そオフラインとかであの話してもらうことがまあ多いっていうのがあって、まあ、絶対ネットで取れないみたいな感じになってたりしてますと、まあ、最終的には LINE とかで紹介してもらえるんで、あのそこは取れるんですけど、なんか そういったときになんかネットプロモータースコアとか,なんかそこら辺使うのかなとか思ってきたりとかでもまあその他の指標があるのかなとか思ったりってそこで結構悩んでいてもしなんかそういうのが参考値とかあれば参考するべき指標とかあれば教えていただきたいなと思っております。え僕はですねえとちょっと えー、とまず口コミは拡散するみたいな意味の口コミとちょっと違う話になっちゃうんですけど、えー、ストアのレビューをコンソールで見ると,、えー、と CVR の推移とか見れるのでそれをすごく重要視してますであのいいこと書いてある時は CVR 良くなるし悪い時はあの下がるっていうのがまあ ぶっちゃけどのタイトルでもあると思うんですけれどもあの、まあ、口コミを広げる手法っていうのは多分いろいろあると思うんですけれども広がっていく口コミの内容がコントロールできないっていう時にあの一番それをあの間近で見られるのがストアのレビューなのでもうひたすらそこを見てあの運営に CS 送ったけど1日経っても返答来ないとかやっぱいろんな意見がある中でもう一個一個対応していくとあの、まあ、実際の CVR とかが広告であれオーガニックであれどう変化していくかなっていうところを見て あの口コミが有効だと思ったらそこにあのプロモーションの施策を乗っけるという順番で考えてますうちはまだそこまでリファラルのやつで対してなんかうんちゃんとした指標化っていうのはできてないっていうのは事実なんですが。 えっとうちがもともと結構ずっとその、まあ、口コミおよびバイラルとかで気にしているのでいうとツイッターでどれだけ拡散されてるかっていうのはすごい気にしてますそれはもう2013年から、えー、っとうちの代表が見てるぐらいですねあのこんだけ落ちてるとかこんだけ拡散されてるみたいななんで「ハッシュタグモンスト」とかでどれだけつぶやかれてるかとかどれだけ、えー、っと拡散されてるかっていうのは、えー、っと気にしていますまあ私たちの,そのタイトルが結構そのツイッター様の、あのー、中にいるユーザー様 結構まあマッチするっていうのもあったりするのでそこが一番分かりやすい指標ではあったりしません。NPS とかもすごい大事ではあると思うんですけどあのまあ割かしすぐ分かるっていうところでいうとツイッターのハッシュタグとかでえと見るっていうのがえまあ一つのまあその時盛り上がってる感っていうのは作れたりするのでそこは重要視してます。はい、えっとそうううですね僕らもののどいいことが投稿されてるかみたいなのを、まあ 見て肌感をつかむっていうのはかなりやってますっていうのと、えっとまあ、タイトルによってはツイッター上でこう盛り上がると、まあ、それによってまああの紹介みたいな形であのユーザーさんがすごく増えたりとかっていうことがあったりするのでそこはあのツイッター上での,その盛り上がりの量,量ですねそのえっと投稿量とあとはまあ実際の,の KPI の推移みたいなものを比較して、えっとまあ、こういうその何て言うんだろうな投稿が1個あったらどういう新規ユーザー数に。 が増える何か,か,かその辺りをあの作って、まあ、あの評価したりとか試作を進めたりとかしている感じですねはい、はい、大丈夫そうでしょうかはいちょっとお時間の方がですね盛り上がってる中あれなんですけども1時半までというところで、えっと、これにて本日のセッションは終わりにさせていただきたいと思います、えっと、結構印象的だったのがデータはまあ見ていくというところがまあベースにある中で、まあ、結構最後の方、まあ、人ベースで ユーザーさんに向き合うとかそういったところが印象的だなと思いました。はい、で最後にえっと登壇者の皆様に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。<laughs> えー、ご退場の前にお手元にアンケートがございますので、そちらご記入の上ご退場をお願いいたします。 皆様ありがとうございました。以上をもちまして、東京ゲームショウ 2019TGS フォーラム専門セッション、データドリブン最先端、ヒットタイトル創出のために今求められるマーケティング戦略とはを終了いたします。また先ほどモデレーター重崎様の社名を誤ってお伝えしてしまいました。正しくはリプロです。大変失礼いたしました。